天気をお伝えします。こちらは現在の那覇市の様子です。はい 今は傘を差している人はいないんですけれども、まあ、那覇、夕方から雨が降ったりやんだりとなってきているんですよね、はいうん、昨日,ね日の差す時間もあったりしましたが、ねはい、今日もまた降ったりやんだりとちょっと変わりやすい天気で,で土砂災害も、ねはい、心配ですよね本島地方、実は今夜遅くから再び大雨となる恐れがありますのでこちらです、はい、土砂災害、うん、そして低い土地の浸水や河川の増水に十分に注意をしてください。 で、またきこさんききくるってご存知ですかあ？はい、私も雨が続いた時は意識的に見るようにしてるんですが、気象庁のホームページで今いる場所の危険度がわかるサイトです,、ねうんはい、ですよね。はい、おっしゃる通りで、このようにの一目でどこが危険かというのが分かるようになってますので、うん、大雨の時などはぜひのこちらもね。しっかりと確認するようにしてください。はい、さあ、では気になる。明日の天気のポイントはこちらです。 今夜から明日にかけては本島地方で再び大雨となる恐れがありますで、これが梅雨明け前の最後の大雨になると見ていますので土砂災害には十分に注意をしてくださいまずは雨雲の様子から見ていきましょう 今日の午後からの様子です。沖縄の西の海上で活発な雨雲が発生していて、これが今本島地方に一部かかってきているんですよね。ではこの後どうなるのか、雨雲の予想を見ていきましょう。 午後7時以降の予想です今夜本島地方で雨が強まりそうですそして明日の朝には前線本体の活発な雨雲が沖縄地方に流れ込んでくる予想ですでは天気図を見ていきましょう今日から明日にかけて前線上の低気圧は九州四国へと進みますそしてこの梅雨前線は明日は少し南下 奄美付近で停滞する予想となっていますそのため明日はこの梅雨前線の影響で大気の状態非常に不安定です本島地方多いところで1時間に40ミリの激しい雨が降る見込みまた先島諸島も明日はざっと降る雨にご注意くださいただこの大雨も終わりがいよいよ見えてきましたこちらです この梅雨前線木曜日には北上して沖縄地方からは離れる予想なんですね、まあ、ですので梅雨明けいよいよ近づいてきてはいるんですが明日までは大雨に警戒をしてくださいでは各地の詳しい天気を見ていきましょう今夜から明日にかけて本島地方では雷を伴って雨が激しく降るところがあるでしょう先島諸島もざっと降る雨にご注意ください 降水確率です。本島地方や先島諸島は80%です。気温です。最高気温は先島諸島で31度前後の予想です。八重山地方では、明日熱中症警戒アラートが発表されています。4日連続ですね。室内を涼しくして過ごすようにしてください。波と風の予報です。波は2メートル前後の予想。また、風は南寄りでやや強く吹く見込みです。 週間予報です。まずは本島から久米島です。あさっても雨が降ったり止んだりとなるでしょう。そして木曜日、曇りマークとなっていますが、早ければこの辺りから日差しが戻ってきそうです。続いて、先島諸島から大東島です。あさってまでは雨が降りやすいですが、その後天気が回復するでしょう。最高気温は32度前後の予想です。現在ご覧の地域で大雨 雷の注意報が発表されていますポイントはこちらです安全な場所で大雨に備えて、はい、特にあの崖の近くにお住まいの方はなるべく早めに移動するようにしてください以上、天気をお伝えしました